出演者を電車で見た話、出演者を電車で見た話、これもね学生の頃ぐらいですけども、すごい前ですね。テレビでね、情報番組があってですね、まあこれは地方のローカル局のね情報番組で、で大体1時間とか1時間半とかそういう、まあ長い時間で毎日やってるような、ウィークでは毎日やってるような、そういうまあ地方局なんでね、そういうことが可能なんですけども、まあそういう情報番組というか、まあ通販番組というかね、そういうものがあったんですね。私それが好きで結構見ていて、やってれば必ず見るみたいな、同時間帯にテレビつけてればそれに合わせるというね、そういう感じで、毎日ですからね、年間毎日ですから、すごい数、すごい量見てるわけですね。でその中でね、普通はタレントさんとかが出てくるんだけども、その情報番組は、まあ、制作費の問題とかもあるんだと思うけども、有名な人は出てこないんですね。まあ、たまにはゲスト的に出てきますけども、ほとんど出てこない。じゃあ誰が出演してんのかって言ったら、全く知らないような、女性の、まあ、タレントさん。しかも結構年齢も高いような、要するに主婦が見る番組なんで、同じような年齢層の女性が、女性の、まあ、タレントっていうんですかね、まあ、そういう人が出てるわけね。でその出演者の人もですね、あんまり喋りがうまくなくて、要するにタレントをタレントしてないと、うん、もう本当素人みたいな、そういう人なんですね。例えば若い頃にそういうモデル活動とかをしていたりとか、そういうことをしていて、でまあそういう年齢になってテレビ出始めてっていう、そういう人ですかね。そういう人たちばかり。うん。だからなんていうか、それが面白くて、素人っぽい人たちが作ってる番組みたいな、そういう楽しさがあってですね、何が起こるんだろうみたいな、そういう段取りとか間違えても、それはそれで面白いわけね、楽しいわけで見てたんですね。でこの番組のお話はね、また今度しますけども、また別の機会にねしますけども、で見ていて、まあ出演者とかも大体こう分かってきて、まあ、名前と顔が一致するかって言ったら別ですけども、大体この人、この人だな、みたいな、今日この人だな、みたいな、そのローテーションとかね、があって、まあ、要するに女性、ほとんどの出演者が女性の、まあそういう主婦の年齢層の人なんですね。なんです、はい。司会とかも全部そう。女性しか出てこないよっていう、そういうような番組ね。で、見ていてですね、それ私学生の頃見ていて、で、なんかこう、バイトか学校かなんか行くときにですね、電車に乗ったんですね。うん、電車に乗って、パッてこうね、座っててパッて前見たらですね、電車のドアのところに女性が立ってるわけ。うん、で、なんか本読んでるわけね。で、結構背もまあ高いし、スラッとしてるし、年齢はね、もう20代じゃないで、30代とか。あるいは40代とか、そういう女性が立っていて、で着てる服もですね、まあまあこじゃれたものを着てるわけね。あれと思って、この人何なんだなと思って、なんか素人っぽくないなっていう、そのプロっぽいなみたいな、そういう感じがしたわけね。である駅でね、パーッと降りてしまったんですね。でその前にですね、ちょっと見たらですね、本を持ってましたよね。その本のタイトルが見えたんで、パッと読むとですね、人参の効能、要するに人参で健康みたいな、そういうような、人参のカロチンとかのそういう健康の効果をね、書いてある本なんですね、文庫本みたいなやつ。ああと思って。で、それよく覚えていて、それでですね、私ちょうどね、それ帰りだったんで、まあ、帰って、それでいつものようにね、まあ情報番組を見たわけですね。うん。で情報番組見たら、
なんか人参の健康効果とかそういうね、まあ、コーナーがあって、それに女性が出てると、あれと思って、さっき見た電車で見た女性の人もこれ人参のやつ持ってたなと思って、日本持ってたなと思って、でね、その女性見た時に私は目に留まったのは、どっかで見たことあるなっていう、そういう感じでしたわけね。なるほどと、出演者だと思って、あんまり顔じろじろ見てないですからこの人だっていう感じではないんだけども、このね、情報番組に出ていた女性のタレントさんが電車に乗っていたと、うん、いうことなんですね。私がそれが気になって見たということなんですね。まあこれだけだったらね、偶然別の人が、要するにテレビ出てない人が人参のね、関係の本を読んでいたということはあり得るんだけど、偶然っていうことは別人なんだけど偶然っていうのはあり得るんだけども、私が注目してるのはね、この話が真実味を帯びるのは、その女性がね、私が電車で見た女性が降りた駅がですね、その地方局のね、スタジオがある駅なんですね。スタジオの最寄り駅というか、そこからすぐ歩いて、そのテレビ局、地方のテレビ局のスタジオのとこに行くわけね。ですからね、まあ間違いないなと思ってますね。うん。出演者を電車で見た話です。